今日の最も有名なゲームには、偉大な悪魔のオーディアブロであると主張するプレイヤーがいます。そして彼はもともとゲーム中毒者で、いつも自分の部屋に隠れていました。しかし、かつて、彼は誤って彼がプレイしていたゲームそのものに運ばれてしまいました。彼がゲームに運ばれたちょうどその時、ディアブロは二人の美しい女の子によって頬にキスされました。そして恐ろしいことに、彼は自分のゲームでキャラクターに変身したことに気づきました。ディアブロは、彼が立っていた塔がゲームで召喚された獣を召喚する場所であることに気づきました。そして、エルフの女の子と猫の女の子は、誰が彼を召喚したかについて議論していました。ディアブロは他の二人の女の子とコミュニケーションを取る方法を知りませんでした。なぜなら、彼はこれまで誰とも話したことがなかったからです。しかし、彼は大魔王の口調で他の人と話すことができたので、彼は二人の女の子に握手して平和を作るように命じました。二人の少女は望まなかったが、お互いに握手をしなければならず、突然、それぞれの首に召喚された獣の奴隷の首輪が現れた。ディアブロは、二人の女の子が召喚された獣を飼いならす魔法を彼にかけようとしていたことに気づきました。しかし、彼の体には魔法を反射することができるリングが装備されていたので、飼いならされた魔法は二人の女の子に反映されました。エルフの女の子の名前はシェラ、猫の女の子の名前はレムです。そして二人は塔に行って召喚された獣を召喚しましたが、誤ってディアブロを召喚しました。二人の少女はディアブロを国境近くのファルトラと呼ばれる町に連れて行った。そして、旅館に到着したばかりのシェラは、突然ディアブロが彼女と部屋を共有するつもりだと言ったので、二人の女の子はディアブロが誰と部屋を共有するかを争い続けました。ところが、旅館のオーナーは面倒くさいので、一緒に部屋をシェアするように強要しました。そして、宇宙で今女の子と一緒に暮らすことができたので、ディアブロは非常にショックを受けました。その直後、魔術師ギルドのセレスティンという女性が突然レムに近づいた。そしてディアブロは、ゲーム中に街の盾を作ったのは自分だと気づきました。ディアブロはセレスティンに女の子が奴隷の首輪を外すのを手伝うように頼んだが、セレスティンもそのような状況に遭遇したことがなかったので無力だった。セレスティンと一緒に旅行しているガルクという名の魔術師は、ディアブロのおしゃべりな態度に非常に腹を立てていました。しかし、彼は魔王の声を使わずに話すことができなかったので、ディアブロは最後まで遊んで、彼をワームと呼ぶ犬モードをオンにしなければなりませんでした。セレスティンは今日ここにレムをチェックするために来たと言いました。そしてセレスティンが旅館を去った後、ディアブロはレムが何かを隠していることに気づきました。そうでなければ、セレスティンのような権威のある人が彼女に会いに来ることはなかっただろうから。ディアブロはレムを部屋にまっすぐ運び、秘密が何であるかを質問したが、レムが話すことを拒否したのを見て、ディアブロは彼女の耳に触れ、それが彼女を苛立たせた。結局、クレムという魔王がレムの体の中に封印されていたので、セレスティンは彼女の命を危険にさらすことなくその魔王を追い出す方法を探していました。ディアブロは、レムが悪魔のオークレムを彼女の体から追い出すのを助ける方法を見つけるだろうと言った。そして、それを聞いたとき、レムは深く感動し、泣きました。なぜなら、彼女の中に魔王が封印されていると聞いたとき、誰もが彼女を捨てていたからです。その直後、ディアブロは飲酒から戻ったばかりのガルクに偶然出くわしたとき、中庭の外に座っていました。そして彼は彼の傲慢な態度にまだ怒っていることでディアブロを叱ったので、彼はレベル30のファイアドラゴンを召喚し、彼を攻撃するように命じました。しかし、ディアブロのようなレベル150のプレイヤーにとって、このファイアドラゴンは安っぽいヤモリに過ぎませんでした。それで彼は一撃でドラゴンを簡単に吹き飛ばし、ディアブロは彼が別の世界の魔王であるとガルクに宣言した。翌日、シェラとレムはディアブロを連れてこの街を散歩しました。ディアブロは、この世界には人間以外にも多くの種がいることに気づきました。レムは彼女がもともとレベル40のスーパー召喚であったことを明らかにしましたが、シェラはまだ彼女のレベルを測定していませんでした。全員が一緒にファルトラシティのギルドホールに行き、冒険者として登録しました。ディアブロは彼の血だけでポイントを切り落とさなければなりませんでした。
誰もが鏡に触れてレベルをチェックすることになり、シェラは自分のレベルが30しかないことに失望しました。ミラーが突然大きな力を放った時、ディアブロがレベルをチェックする番だったので、ギルドマスターのシルビーはそれを感知した後すぐに現れました。パワー。シルビーはディアブロのレベルにふさわしいいくつかのクエストを見つけようとしていました。そして彼女は彼らに都市の外の森で大蛇を倒す任務を与えました。ディアブロと二人の女の子はすぐにその探求に出発しました。そして、なぜテレポート魔法を使わずに速く走るのかと尋ねたが、二人の女の子は世界にそのような魔法はないと思って笑った。5時間歩いた後、彼らのグループも森に到着しました。しかし、エルフの観察能力は他の種よりもはるかに優れていたため、シェラはパイソンを見ずに突然誰かがパイソンを見ていることに気づきました。シェラから敵の位置を指摘された後、ディアブロは火のタイプの呪文を使って敵を一掃しました。そして、二人の女の子は、誰もがそのような強力な元素魔法を使うのを見たことがなかったので驚いた。木に隠れているのはエルフ王国の兵士で、ディアブロとレムはシェラが彼らの王女であることを知って驚いた。これらのエルフは、エルフの王子の命令でシェラを連れ戻すためにここに送られました。しかし、彼女は彼女の兄弟が彼女に彼のために赤ちゃんを産むことだけを望んでいることを知っているので、彼女は二度と家に帰らないことに決めました。シェラの決意を見たとき、ディアブロは誰にもシェラを連れ去らせないだろうと言ったので、エルフの兵士たちはディアブロに矢を放ちましたが、一傷もできませんでした。他のエルフのグループの船長は、ディアブロを攻撃するために神風と呼ばれる矢を引き出し、ディアブロはこの矢が彼に何らかのダメージを与える可能性があると想定しました。しかし、意外にも、その矢に当たった後、ディアブロはまだ無傷でした。その直後、ディアブロは広大な魔法を使って森全体を凍らせ、彼の恐ろしい魔法により、11人の兵士全員が戦いの精神を失いました。結局のところ、ディアブロのグループを待ち伏せするようにエルフ王国の王子を先導したのはガルクでした。そして、ディアブロに脅かされた時、彼は一生森を使い果たしました。その夜、一緒にいる間、シェラはディアブロを抱きしめて彼に感謝しましたが、残念ながらレムは偶然に二人の間のラブシーンを見ました。今回、彼らのグループは都市の外の警備員にアルコールを届ける任務を受け取りました。しかしレムはこの任務に行きたくなかったので、ディアブロはシェラと一緒に行きました。彼がギルドホールのホールを歩いていると、エミールという若い男が突然ディアブロを止めました。そして、彼は世界中のすべての女性の同盟国であると主張しています。エミールはまた、ディアブロがシェラとレムを奴隷にしていると考えているので、ディアブロに死ぬまでの戦いに挑戦して、二人の女の子を解放したいと考えています。そして、彼が彼に挑戦された時、ディアブロは非常に興奮していました。エミールは内部攻撃を使用し、非常に強力なスラッシュでディアブロに突撃しましたが、彼の攻撃はディアブロによって簡単にブロックされました。エミールは引き続き内部攻撃を使用してディアブロに向けて次の攻撃を開始しましたが、ディアブロは基本的な攻撃でエミールに対処しました。しかし、エミールはまだ二人の女の子を救うためにディアブロを倒すことを決意しています。それで二人はエミールに彼ら自身の魔法に裏切られたことを説明しなければなりませんでした。そして、すべてを知った後、彼は再び幸せになり、ディアブロを許しました。ディアブロとシェラは兵士たちにワインを届けるために町に出かけましたが、彼女が行く途中、シェラはシャワーを浴びるために川に飛び込みたかったのです。そして、彼女はディアブロを怠惰に抱きしめ、彼を耐えられないほど高くしました。彼がワインの配達場所に到着するとすぐに、兵士たちは彼が悪魔だと思ってディアブロを取り囲みましたが、幸いなことに、一人の兵士が彼を冒険者ギルドによってここに送られたものとして認識しました。ディアブロは、兵士に守られた橋を渡って走っている多くの人々を見たとき、疑問に思いました。そこで彼らは、100人の悪魔の軍隊が橋を攻撃しようとしていることをディアブロに知らせました。しかし、ファルトラ氏はセレスティンの障壁で守られていたため、橋を渡っても町に入ることができませんでした。そのような大規模な悪魔の軍隊に直面して、ここの兵士は死ぬだけで良いので、ディアブロは彼らが悪魔の軍隊を倒すのを手伝うことに決めました。
その直後、槍を振るうエーデルガードという少女が、立っていた橋の近くで悪魔軍を率いた。そしてディアブロは、一人で戦うことができるように、みんなに町に行くように言いました。一方、セレスティンはレムに、レムを危険にさらしたためにガルクが魔術師ギルドから追い出されたことを通知します。しかし、彼らが話していると、ガルクは突然宿に飛び込み、ガルクはセレスティンが彼を送り出すのは彼にとって不公平だと言った。ガルクは奇妙なナイフを引き抜いてそれで刺しました。そしてそのナイフは彼の体をグレゴアという名前の悪魔に完全に置き換えさせました。橋で30人以上の悪魔を倒した後、ディアブロはかなり疲れていました。ディアブロが強力な敵であることを見て、エーデルガードは彼自身と戦うことにしました。グレゴアはガルクを騙してファルトラシティに潜入させ、彼の目標はセレスティンを連れ出して都市を保護する障壁を破壊することでした。それで、レムはすぐにセレスティンを彼の追跡から逃げさせなければなりませんでした。しかし、二人が偶然行き止まりに陥ったため、グレゴアは彼らに追いついた。そして、レムは三角のヤギを召喚し、攻撃するように命じましたが、彼は一回のパンチでヤギを簡単に倒しました。その後すぐに、エミールは二人の女の子を保護するためにすぐに現れ、町にいる冒険者もグレゴアと戦うためにここに来ました。エミールは内部攻撃を使用し、近接攻撃を使用して彼を攻撃しましたが、彼の攻撃は悪魔のかゆみをかくのに十分ではありませんでした。そして、彼は魔法の弾丸を使ってエミールでダストバッグを打ち、重傷を負わせました。ディアブロと女性の悪魔エーデルガードはまだみんなの前で戦っていました。そしてディアブロはエーデルガードの強さがレベル80前後であると推測しました。ディアブロを倒すのは簡単ではないことを知っていたので、エーデルガードはそれを使うことに決めました。そして彼女は壊滅的な攻撃でディアブロを攻撃するために急いでいました。しかし予期せず彼女の攻撃はディアブロに少しの痛みを感じさせただけでした。しかし、セレスティンがグレゴアに攻撃されているというニュースを受け取った時、誰もがパニックに陥ったため、ディアブロはこの戦いを終わらせるために強力な打撃を与えることにしました。そして彼は魔法を使って、エリア全体を包む巨大な爆発を作り出しました。彼の攻撃は橋を破壊し、また悪魔軍全体を一掃しました。しかし、どういうわけか、エーデルガードはその攻撃を生き残ることができて幸運でした。ディアブロはすぐに伝統的な魔法を使って町にテレポートし、エミールと冒険者たちはグレゴアに完全に敗北しました。幸いなことに、ディアブロは彼らを救うために時間内に町にテレポートしました。ディアブロはグレゴアに、悪魔軍全体が彼によって一掃され、グレゴアはディアブロを攻撃しようとしたが、カウンターダメージを受けたと語った。ディアブロは魔法の弾丸を使ってグレゴアにダストバッグを打ち、息を切らし、重力の呪文を使って体を押しつぶした。ディアブロの圧倒的な力を体験した後、グレゴアは彼に命を救うように頼んだが、彼は多くの罪のない人々を殺したので、グレゴアを許したくなかった。それで彼は魔法を使って彼を暗黒の次元に永遠に投獄しました。ついに、悪魔軍との激しい戦いが終わり、レムは突然涙を流し、ディアブロが彼女を救うために間に合って現れたことに感謝しました。しかし、ディアブロは彼女が彼の所有物であると言ったので、彼女を救うのは当然でした。町の人々は、グレゴアと戦っている間に亡くなった冒険者のために葬式を行いました。しかし、彼らはまだこの悲しみを克服して都市の再建を開始する必要があります。彼の力を過度に使用したため、ディアブロは10日間連続してベッドに横たわらなければなりませんでしたが、休息して間もなく、エルフ王国がファルトラ市に宣戦布告したというニュースを受け取りました。シルビーは、シェラの兄弟がどんな犠牲を払っても彼女を彼に連れ戻したいと望んでいることを明らかにしたので、都市の領主はディアブロが戦争を防ぐために彼女を彼に引き渡すことを望んでいます。しかし、ディアブロはシェラが彼女のろくでなしの兄弟に連れ去られることを望まなかったので、シルビーは問題を解決するために町の領主に会うためにみんなを連れて行きました。そしてシルビーはまた、主はかつてディアブロのような悪魔の軍隊を一人で打ち負かしたと言った。その直後、誰もがガルフォードという名前のファルトラ氏の領主に会いに行きました。そしてディアブロは彼と普通に話すことができるように最善を尽くさなければなりませんでした。
ガルフォードは、エルフ軍が現在都市の外に駐屯していることを全員に知らせていた。そして彼はディアブロに流血なしで平和的にこの問題を解決するように頼みました。しかし彼のように話すことができなかった人にとって、交渉は完全に不可能でした。しかし、この問題を解決するために、首都はアリシアという名前の女性のロイヤルナイトを送りました。そして、彼女に会うとすぐに、彼女はすぐにみんなに近づいたので、ディアブロは彼女が彼よりもはるかにうまくコミュニケーションできるタイプの人であることに気づきました。ディアブロは、エルフとの戦争に備えるためにいくつかの武器を購入する必要があると言いました。そして彼は自分で巨大なガマを買うために武器屋に行きました。彼らが武器屋を出るとすぐに、誰かがみんなに発煙弾を投げました。そして、シェラはどこからともなく現れた二人のウサギの男に連れ去られたので、誰もが彼らを彼女の兄弟から送られたバウンティハンターとして認識しました。他の二匹のウサギの仲間もすぐにみんなの道を塞いでいるように見えました。しかし、ディアブロは他の二人の女の子と一緒に、それらすべてに簡単に対処しました。その直後、ディアブロはシェラを連れ去っていた2匹のウサギを追いかけるために全速力で走りました。そして、彼が2匹に追いつくのに少し時間がかかりましたが、エミールは突然現れ、他の2匹のウサギを倒してシェラを解放しました。エミールは、困っている女性の匂いを嗅ぐことができるといい、バウンティハンターに女性に対してより礼儀正しくなるように教えます。ディアブロはシェラを二度と連れ去らないと約束したので、シェラはディアブロが彼女をよりよく保護できるようにディアブロの手を握るように頼んだ。アリシアは、シェラを保護する責任を果たせなかったことをディアブロに謝罪しました。しかし、ディアブロは、彼自身のような悪魔の王は助けを必要としないと言ったので、彼は今のところアリシアをその間違いのせいにしませんでした。彼らが話している間、誰もが突然アリシアの胃が空腹からうなるのを聞いたので、彼らはすぐに彼女を旅館に連れて行って食事をしました。彼らが到着するとすぐに、セレスティンは奴隷貿易業者がちょうどこの都市に到着したことをみんなに知らせました。そして彼女は、その商人会社の所有者がレムとシェラの束縛を解く方法を知っているかもしれないと信じていました。誰もがすぐに市内に設立されたばかりの奴隷市場に向かった。そしてディアブロはここで奴隷が拷問されるのを見なければならないのではないかと心配していましたが、この貿易会社の所有者は奴隷を非常によく扱っているようです。このキャラバンの持ち主は、メディオスという名の美しい中年女性でした。そしてちょうど会った時、メディオスはディアブロが他の人の体の魔法の流れを見る能力を持っていたので、非常にひどい力を持っていることに気づきました。メディオスはまた、レムの体に悪魔王クレムのマナを見ましたが、シェラはレムにディアブロの子供がいると思いました。レムはメディオスに自分の秘密を知られたくなかったので、外出の許可を求めました。そして、レムが彼女の心に何かを持っていることを知って、アリシアも彼女を元気づけるために出かけました。その間、メディオスはディアブロにシェラのネックレスを解く方法を教えていますが、これはディアブロに少し心臓発作を与えるようです。奴隷の首輪を外すために、ディアブロはシェラの魔法の流れを感じなければなりませんでしたが、結局ディアブロはそれができなかったので諦めなければなりませんでした。レムとシェラは、アリシアが今宿の部屋で寝るか疑問に思いましたが、幸運にもアリシアは隣の部屋を借りて滞在しました。みんなが話していると、突然ドアの外でフルートが聞こえました。フルートを演奏しているのは、シェラの兄のキーラでした。ディアブロは、シェラを連れ去るためにここにいることを知って、キーラを脅かすためにすぐに前進しましたが、彼が非常に丁寧な方法でみんなと話すことを期待していませんでした。そして彼はまた彼が人間の王国と戦争に行くつもりはなかったと言った。しかし、人々はまだキーラの言葉が真実であると信じていなかったので、彼らはシェラに彼女の道を自由に選ばせるように彼に頼みました。キーラはまた、シェラを自由に残して家に帰るかどうかを決定し、翌日彼女の答えを聞くために戻ることに同意した。その夜、シェラが熟考しているのを見て、レムは彼女に打ち明けに行きました。そして彼女は、何があっても家に帰りたくないと言った。
シェラはいつも友達と一緒にコーヒーショップを開くことを夢見ていました。ディアブロとレムは家を出てから最初に出会った2人の友達だったので、2人がどこにいても、その場所は彼女の故郷です。翌朝、目覚めた時、ディアブロはレムとシェラに窒息死していることに気づき、レムとアリシアはガルフォード卿に状況を報告するために出かけました。シェラと一緒に家にいる間、ディアブロは癒しのポーションを作るためにたくさんの道具を引き出しました。そしてシェラはディアブロの前に座り続け、彼が仕事に集中することを不可能にしました。しかし、気が散っている時に彼が非常に速い速度でポーションを作ることができるのは予想外でした。キーラのフルートの音が再び鳴り、シェラの目は活気を失い、シェラは突然、兄と一緒にエルフの王国に戻りたいと言いました。ディアブロは、それらの言葉がシェラ自身の口から来ているのを聞いて驚いた。そして、キーラは彼女を連れて行くために外で待っている馬車を持っていました。しかしこのような状況に直面して、ディアブロは何をすべきかわかりませんでした。レムとアリシアにそれを知らせた後、ディアブロは悲しいことに彼の部屋に入って眠りました。そして、昨夜彼女がキーラと一緒に家に帰らないと決心したので、彼はシェラがなぜそのような突然の決定をしたのか理解できませんでした。しかし、レムはシェラがキーラの呪文によって催眠術をかけられた可能性があることを示唆し、ディアブロは催眠術の魔法が彼のフルートに由来することにも気づいたので、ディアブロは救助に行くことにしました。その間、キーラはシェラをエルフの野営地に連れ戻し、彼女の手を縛り、エルフの魔滴を使って彼女に催眠術をかけたことを明らかにした。その直後、キーラは生地を腐食させてシェラの体を這わせる能力のあるスライムをリリースしました。幸いなことに、ディアブロは残りの2人の女の子と一緒に、彼女を救うためにすぐに到着しました。キーラは、兵士全員がディアブロに完全に敗北したのを見てパニックになりました。そしてディアブロはシェラの正直な決定をもう一度聞きたかったので、キーラは彼女に彼の命令に従うように催眠術を使い続けました。しかし、ディアブロはシェラに催眠術をかけないように命じ、奴隷のネックレスは輝き、彼女を催眠術から完全に解放しました。キーラは彼の計画がディアブロによって失敗したのを見て激怒したので、彼は魔法のアイテムを使って巨大なヒドラを召喚し、それをモンスターに命じて女の子と一緒に攻撃しました。これは、何世代にもわたってエルフ王室の王位を守ってきたモンスターでした。そしてディアブロは地球型の呪文を使ってモンスターの頭の一つを吹き飛ばしましたが、モンスターは非常に素早く頭を再生することができました。ディアブロは、エレメンタルマジックに対抗できなかったため、風の攻撃でヒドラに吹き飛ばされました。そして、ディアブロは最大2つのスキルを使用する召喚された獣を見たことがありませんでしたが、モンスターはディアブロで別のタイプの元素攻撃を開始し続けました。ヒドラはキーラの喜びに激しく暴れ回っていました。そしてシェラはディアブロにヒドラの弱点がその体の中の核であると知らせました。しかし、このコアは絶えず動いているので、コアを破壊するのは簡単ではありません。しかし、ディアブロはその弱点を気にせず、ハイドラに落雷を放ちました。彼はヒドラの全身を吹き飛ばして誇りに戻した。ヒドラを扱った後、ディアブロはキーラも扱うことにしましたが、シェラは結局、彼が彼女の兄弟だったのでディアブロを止めました。しかし、誰かが命を落としたとき、キーラは森から逃げようとしていました。そして、ガルフォードと彼の兵士は見えず、最初から最後まで彼らを見守っていたことが分かりました。ガルフォードはこの機会を利用してエルフの王国に侵入したかったので、ディアブロが彼らのハイドラを打ち負かすまで待たなければなりませんでした。ガルフォードは、召喚された獣を捕まえるために使用される魔法の檻の中にディアブロを投獄しました。そして、ガルフォードが電光石火の速さで剣を折ったとき、アリシアは戦おうとしていたので、ディアブロは彼が普通の人間のレベルを超えていることに気づきました。ディアブロは彼を支えていた檻の魔法の流れを感じようとしました。そして檻の魔法の源を見つけた後、彼はそれを簡単に破壊しました。ディアブロは、ガルフォードがエルフの王国に侵入するのを阻止すると述べ、ガルフォードはディアブロに驚異的なスピードで突撃した。
ディアブロはガルフォードの足元に罠を仕掛け、攻撃を止めさせた。そしてディアブロは彼が攻撃できないようにするために彼の足元に一連の罠を仕掛けていました。ディアブロは氷のタイプの呪文を使ってガルフォードを解放したが、彼は簡単に氷を壊してディアブロに突撃したので、彼を吹き飛ばすために非常に強力な近接呪文を唱えなければならなかった。ガルフォードは、ちょうど今ディアブロの打撃を受けた後、重傷を負いました。しかし、ディアブロは彼にとって弱すぎると彼を軽蔑したので、それでもガルフォードの命を奪いませんでした。それで彼は彼のすべての軍隊にすぐに森から撤退するように命じました。それがすべて終わった時、レムはディアブロに負傷したエルフに与えるためにいくつかの癒しのポーションを求めました。そして、キーラへの憎しみにもかかわらず、シェラは自分の目で彼が殺されたのを見て、まだ深く悲しんでいました。マナを使いすぎたため、ディアブロは数週間休む必要があり、シルビーはマナを元に戻して一緒に飲むことができる外国産ワインのボトルを持ってきました。ディアブロはアルコールを飲んだことがなかったので、自分のアルコール耐性を知りませんでした。しかし、一口飲んだ途端、酔っ払ってどうしたらいいのかわからなくなった。首都に戻ったばかりのアリシアは、サドラーという騎士に出会い、魔王崇拝者を追い詰めた狂信者でした。サドラーは、教会がその場所の近くで復活しようとしている魔王の兆候を検出したので、近い将来、彼はまた、仕事のためにファルトラ市に行くだろうと言いました。指示を見た後、シェラは太った鳥を召喚しました。そしてこの鳥はそのビジョンをその所有者にリンクする能力を持っていました。シェラは鳥のスキルが全く役に立たないと感じましたが、とにかくそれが彼女の最初の召喚された獣だったので、シェラはそれでも鳥と契約を結びたいと思っていました。ディアブロは突然森にコインを投げ込み、シェラにコインを見つけるために鳥を送るように言いました。そしてシェラは、鳥が見たものを見ることができたことに驚いていました。コインを見つけた後、ディアブロはシェラに避難するように言いました。そして、鳥の視力のおかげで、彼女はそれを遠くから簡単に撃つことができました。その直後、久しぶりのレムドにいきなり悪臭がしたので、みんなで川に飛び込んで一緒に入浴するように勧めたが、ディアブロは恥ずかしすぎて走り出して隠れた。炭に、しかし、二人が入浴している間、エーデルガードは突然レムに近づき、エーデルガードは魔王クレムが彼女の中に封印されているのを感じた。それを知ったシェラは、自分が大きな責任を負っていると思ったので、レムを抱きしめました。そしてエーデルガードは、レムの体から悪魔の王クレムを追放する儀式を彼らに教えると言った。しかし、その儀式は彼女の人生に害を及ぼすことはありません。この機会を逃したくなかったので、誰もがエーデルガードの助けを受け入れ、ディアブロは彼が復活した後、彼自身が悪魔の王を倒せるようにしたかったのです。彼女が食事をするために町に戻るとすぐに、アリシアはすぐにみんなの家に行きました。そして彼女はサドラーがこの町にいると彼らに警告した。サドラーは狂信者であり、魔王に関わる者を決して許しませんでした。その間、ディアブロは常に別の世界の魔王であると主張していたので、アリシアは彼がしばらく家の中に隠れることを望んでいました。しかし、宿に行く途中、偶然サドラーと部下と出会った。そして予想通り、ディアブロは誤って別の世界からの悪魔の王であることを明らかにしたので、サドラーは悪魔の支配者との関わりのために全員を一掃することにしました。サドラーの目が突然明るくなり、レムは息ができないように感じました。そして彼はそれが神々が邪悪な道の信者を下した罰であると言いました。しかし、ディアブロは神がいないこと、そして彼が魔法を使って彼女を絞め殺していることを発見しました。サドラーは目を使ってディアブロを攻撃し続けましたが、彼の魔法はディアブロに反映され、即座に石に変わりました。そしてディアブロによれば、彼の体が正常に戻るのに1日以上かかりました。その夜、レムはアリシアに自分の秘密を明かしたいと言った。そして、その秘密を学んだ後、アリシアはみんなをサポートするために従うことにしました。しかし、ディアブロは、この塩辛い状況が少し人工的に見えると感じました。
その夜、全員が召喚塔に行ってエーデルガードに会い、レムは魔王を体から追い出す儀式を行う準備をしました。ディアブロは悪魔の王を引き抜くためにレムの体に力を移さなければならないだろうが、エーデルガードはそれでもディアブロの方法にはかなりの時間がかかると感じていたので、エーデルガードは悪魔の王をもっと早く引き抜くにはそれをすべきだと言った。彼女の体の穴を使用してください。少し恥ずかしそうに見えましたが、レムはディアブロにエーデルガードのやり方でやらせることに同意しました。そしてしばらく試みた後、ディアブロはレムの体から魔王を素早く引き抜くことができました。魔王クレムの復活を見て誰もが驚いたが、その巨大な魔王は突然小さな女の子に変わった。ディアブロはこの小さな魔王クレムを倒すと大胆に宣言していたので、彼女は彼を脅かすために彼女の全力を解き放ちました。しかし、クレムは突然戦う方法を思い出せなくなり、魔王が何をするのかさえ知りませんでした。クレムは長い間レムの中に閉じ込められた後、彼女の記憶を失ったかもしれないことに気づき、誰もが彼女に引き返すようにアドバイスする機会を得ました。そして、みんなに啓発された後、彼女はもう世界を破壊しないことに決めました。クレムがお腹を空かせているように見えるのを見て、シェラは彼女にクッキーを与えました。そして、こんなに美味しいものを食べるのは初めてだったので、世界中のクッキーを全部食べるという目標を変えました。誰もがクレムを召喚塔から連れ出して町に戻ったが、少し離れたところに突然悪魔が彼らの前を飛んだ。そして、彼は悪魔の王を迎えるためにここに送られた悪魔の種族の最強の魔導士でした。しかし、魔王クレムが変わったことを知ったとき、彼女は欠陥のある魔王だと思ったので、彼女を破壊して別の魔王を召喚することにしましたが、エーデルガードはクレムに忠実だったので彼を止めました。強さの違いにより、エーデルガードはそのデーモン明治に簡単に倒されました。そしてディアブロは彼女を救うために彼に魔法の攻撃を使用しました。悪魔の魔導士は、ディアブロに近づいて攻撃するために途方もない速度で動きましたが、彼の魔法はディアブロの指輪によって逆転されました。この悪魔は、ディアブロの反魔法の力が前の悪魔の支配者のものであることに気づきました。この世界がまだゲームである間に、その悪魔の支配者を打ち負かしたのはディアブロでした。ディアブロを倒すことができなかったことを知って、悪魔はその直後に去りました。そして、誰もがクレムを町に連れてきて、彼女に心ゆくまでクッキーを食べさせましたが、その間、サドラーは彼らのグループに復讐することを計画しています。翌日、女の子たちは楽しく一緒に歌い、クレムを連れてケーキを食べました。しかし、彼女がこのシーンを見たとき、アリシアは非常に不快に感じたようでした。ディアブロはセレスティンに悪魔王クレムの復活の全貌を語っていた。そして、彼女がお茶を飲み、クッキーを食べるのが好きだったのを見て、セレスティンはそれほど心配していませんでした。宿に戻る途中、ディアブロは突然クレムとレムを見ることができなくなりました。アリシアが彼女と一緒に路地の中に二人を引きずったからです。アリシアは、現在のクレムのように大混乱を引き起こす方法を知らなかった魔王に不満を感じました。そして今まで、彼女の主な目的は人類のすべてを虐殺するために魔王を解放することだったので、彼女はディアブロのパーティーと友達であるふりをしただけでした。サドラーが突然後ろに現れたとき、彼らは立って話していたので、アリシアはすぐにレムを悪魔の支配者として非難し、彼が彼女を連れ去ることができた。レムは召喚された獣を召喚して戦うしかありませんでしたが、警備員に召喚された獣を抱かせ、残酷に虐殺しました。レムは急いでサドラーを攻撃したが、すぐに彼に拘束された。そしてその間、ディアブロはまだどこでもレムとクレムを見つけるために急いでいました。それらの2つは馬車でサドラーによってどこかに運ばれていました。そして、彼女の力で、クレムはサドラーの人々を非常に簡単に破壊することができますが、レムはクレムの手が血で汚れることを望んでおらず、ただ喜んでクッキーを食べてほしいと思っています。サドラーは2人を町の郊外にある教会に連れて行き、アリシアはレムにクレムに助けを求めるように促した。
しかし、彼女はクレムに他人を虐殺させないことを固く決意している。アリシアは2人をサドラーに残し、すぐに去りました。そしてこの間、ディアブロはギルドに駆け寄り、みんなにレムを一緒に見つけるように頼みました。しかし、長い間、彼はいつも犬のような悪魔のような声で話していたので、今ではディアブロは尋ねる方法を知りませんでした。幸いなことに、少年は午後にレムがサドラーと彼の騎手に連れ去られるのを見て、それを知った後、ディアブロはすぐに彼女を救うために走りました。サドラーは今、クレムの証人の前で非常に残忍な方法でレムを拷問していました。しかし、レムはまだ彼女の助けを求めないことを決心しました。クレムが彼を罵倒し続けるのを見て、サドラーは彼女を切り倒しに行きました。そして、彼女が悪魔であることに気づいたとき、彼はパニックになりました。サドラーは再びクレムを切ったが、レムはジャンプしてそれをブロックした。目撃者がレムをそのように負傷させた後、少女は怒ってすぐに彼女の本当の姿に戻りました。悪魔の王の形をしたクレムを見て、サドラーは慌てて目を使いましたが、クレムはサドラーの目を破壊し、彼を埃に吹き返しました。町の誰もがクレムの力を見てパニックになり、ディアブロはクレムと戦っている間、レムを救うためにシェラに癒しのポーションを与えました。デーモンキングの目覚めのニュースを聞いたエーデルガードは、デーモン明治と共に、ファルトラ・シタデルの近くに軍隊を率いました。そしてアリシアはまた、人間を破壊するために悪魔のそばに立った。ガルフォード卿は、悪魔と戦う準備をするために、彼の部下全員を壁に導きました。その間、セレスティンは町の魔法の防御を強化していました。ディアブロとクレムはファルトラの町の中で激しい戦いを繰り広げていましたが、クレムの魔法の攻撃はすべてディアブロによって撃退されました。シェラはレムに到着し、すぐに彼女に癒しのポーションを与えました。そして、たくさんの薬を飲んだ後、レムはついに意識を取り戻すことができました。魔法がディアブロに何もできないことを知って、クレムは彼にたくさんの岩を投げました。そしてエミールもディアブロをサポートするためにここに走りました。教会の敷地を走り回っている間、ディアブロは彼の足元に魔法のフォーメーションを置き、クレムを締め殺すためにすべての自然の要素を備えた素晴らしい魔法を召喚しました。しかし、そのような強力な打撃を受けても、クレムはまだ動くことができました。その直後、レムとシェラがクレムの目の前に現れ、レムがまだ生きていることを知ったとき、彼女は落ち着きを取り戻し、魔王の姿から脱出した。悪魔はアリシアと一緒にエーデルガードの敗北に再び激怒した。そしてシルビーは、クレムメインが無限の力を持った魔王であることを知り、クレムをそのような街で自由に歩き回らせることができなかった。しかし、ディアブロはクレムに彼の支配下にある奴隷になることを申し出ました。そして、クレムは本当にみんなと一緒にクッキーを食べるために街にいたかったので、彼女はキスを通してディアブロの奴隷になることに同意しました。その夜、シェラが突然アリシアに捕まったとき、みんなが休む準備をしていた。そして、悪魔の王を復活させることができなかったため、悪魔の魔導士はエーデルガードと一緒に彼女を追いかけました。二人はなんとか逃げ出したが、エーデルガードは重傷を負ったので、アリシアはクレムに魔法を使って彼女を癒すように頼みたかった。彼女の嘆願で、ディアブロはクレムにエーデルガードを癒させることに同意した。そしてアリシアは、自分自身がこの王国で起こっている多くの悪いことを目撃したと言ったので、彼女は人間を破壊するために悪魔と同盟することを考えました。アリシアは彼女の死を使ってみんなの前で謝罪したかったが、ディアブロは彼女を止め、投資を使って死が終わりではないことを彼女に理解させた。ファルトラ市の人々はようやく平和な生活を取り戻すことができました。そしてディアブロは、この二人の美しいチームメイトと一緒に冒険を続けます。完全なビデオレビューを見ていただきありがとうございます。チャンネルの他のビデオはここに残しておきます。また、チャンネルが新しい動画をリリースした時に通知を受け取るには、ベルボタンと一緒にチャンネル登録ボタンを押すことを忘れないでください。